マジで付き合う15分前。十数年来の幼馴染と付き合い始めた。なあ、俺の部屋に勝手に入るなって何回言ったら。あ、起きた。おはよう。翌朝。で、いいんだよ。借りてた漫画返してなかったなって思って。そんなの夜来いよ。はぁ、というのは口実で、昨日の今日で勇気が顔合わせづらいかもって思って迎えに来た。昨日別に気にしてねえし。へえ、次これ貸して。じゃあ奈緒ちゃんの見た深夜に無音のテレビを眺めるお兄ちゃんは幻か。ブイブイ。ねえ、あんにゃろ。嫌じゃなかったよ昨日の。びっくりしたけど嫌じゃなかった。そうやってさ、時々失敗しながらゆっくり確かめていこうよ、二人で。それ伝えに来た。これってゆっくり？俺的には。あ、そう。お兄ちゃん、朝ごはん冷めるって言ってんじゃん。片付かんやろかい。え、なに、また喧嘩してんの？キス、タイミング。ユウキ、これ続き貸して。めっちゃ面白かったよ。そんなの朝来いよ。